これから美術館に行こうと思ってる人、ちょっと待ってください。まずこの動画を見てください。皆さんこんにちは、松陽キネマです。皆さんは美術館は行かれますか？私は結構好きで、もう本当に年に何十回と美術館に行く機会が多いんですけれども、そんな美術館結構行く私がですね、美術館に行く前にここは押さえておいた方がもっと快適に作品を鑑賞できるよっていうことがありますので、そちらをシェアしていきたいと思います。はい、では、美術館に行く前に押さえておいた方がいいことの一つ目です。まず一つ目、チケットはオンラインで購入するようにしましょう。確かに美術館の窓口に当日券を買うためのブースがあるんですけども、結構そこ並んでいたりだとか、朝一で行ってもまずチケットを買う列に並ぶ、でその後入場の列に並ぶとかで、結構ダブルで並ばなければいけなかったりして結構煩わしいんですね。今結構美術館さんでもオンラインでチケットを購入できる美術館さん結構多いです。でそこで私も今回初めてオンラインで購入したんですけども、めちゃめちゃ楽です。スマホにデータが送られてきて、入場チケットの代わりにスマホを、入り口のところで見せればもうそれで入場できるっていうような、そんな仕組みになってますので、チケットは必ずオンラインで購入してから行くようにしましょう。はい、それでは2つ目です。2つ目は、特に学生さんは学生証もしくは生徒手帳を持っていくです。美術館は学生さんは学生料金で入れますが、チケットを買うときに必ず、学生証の提示を求められることがありますので、これ絶対忘れないようにしてください。はい、そして3つ目です。3つ目は100円玉を持っていきましょうということです。はい、これ何のためかっていうと、荷物をコインロッカーに預けるためです。美術館で結構荷物を持ちながら美術作品を見るっていうのは結構負担になってくるんですね。最初は良くても、結構1時間ぐらい歩いていますので、それは結構な負担になってきて重たいなということになりますので、必ず、そういった場合はコインロッカーに預けるようにしてください。その場合に100円玉が必要になってきます。ただし安心してください。この100円は最後荷物を取り出すときに100円戻ってきますので、100円もったいないなっていうふうに思う必要はありません。ただしこのコインロッカーに預けるときに注意してほしいことが一つあります。お財布だとかクレジットカードのようなものは身につけておく方がいいと思います。これはセキュリティの意味もありますし、もう一つがだいたいミュージアムショップが展覧会場出たすぐのところにあることが多いです。でそこで何かお土産を買ったり図録を買ったりっていうときに、財布がカバンの中ロッカーの中に入っているとそこまでまたいちいち取りに行かなきゃいけないっていうことがあります。これめちゃめちゃめんどくさいですので、お財布だとかその決済できるようなカード、そういったものは身につけておくといいと思いますし、であともう一個気をつけなきゃいけないのが、決済サービスを1種類しか持っていかないと場合によっては使えないことがあります。この美術館ではすいません、ペイペイ使えませんとか、クイックペイはちょっと使えないんですっていうこともたまにありますので、なので、まあ、複数の決済サービス、あとまあ少し現金なんかも持っていくと安心かなというふうに思います。はい、そして4つ目です。4つ目は何か羽織るものを持っていく、特に夏こそ羽織るものを持ってってください。というのは結構美術館って、作品を多分保護するためだと思うんですけども、室温が低く設定されていることが多いんですね。で夏の暑い日に美術館入るとわー涼しい気持ちいいっていうふうに最初は思うんですけども、1時間その状態でこう作品を見て回るとですね、結構寒いなって思うことが多いです。ですので特に女性なんかで冷え性だなっていう人は、1枚何か羽織るものを持っていくといいかなと思います。意外とこの寒さっていうのは作品を見る上でストレスになるので気をつけてください。はい、続いて5つ目です。こちらはスマホとイヤホンを持っていくです。これは何のためかと言いますと、よく美術館入ると音声ガイドって言って500円ぐらい払ってですね、作品の解説をこう聞けるっていうイヤホンガイドを貸してくれるっていうことがあるんですけども、結構最近美術館でこのイヤホンガイド貸してくれるパターンもあるんですけども、このスマホのもうアプリでやってくださいというパターンも結構あるんですね。でそういう場合スマホから直で音を出すとさすがにちょっと迷惑かなというのがありますので、イヤホンで聞くということがあります。入り口まで行かないとわからないこともありますので、スマホとイヤホンは持っておくと、安心かなというふうに思います。
はい、続いて6個目です。これはですね、歩きやすい靴で行くようにしましょう。美術館って結構歩くんですね。でずっと立ちっぱなしで作品を見て、だいたい1時間から1時間半ぐらいその状態で作品を見ることになりますので、意外と足疲れます。でそこでちょっと歩きにくい、靴だとか服装で行ってしまうと、結構それダメージになるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひ歩きやすい格好、歩きやすい靴で行くことをおすすめします。はい、そして7つ目です。作品は必ずしも順番通りに見る必要はないということです。まあ、確かに展示の順番っていうのは学芸員さんが、この順番がベストだろうということで考えて展示してやる、その順番だと思うんですけれども、アーティストが生まれてから、その人生をたどっていくような展示の仕方だと最初から順番に見ていった方が分かりやすいっていうこともあるんですけれども、まあ意外と美術展の前半って混むんですよ多分ですけども、まだ集中力が皆さん前半はあるので、作品一個一個じっくり見ていこうっていう気持ちで見ていくんですね。そうするとなかなかこう列が進まないっていうことがあります。で中盤から後半にかけていくとどうでしょうかね、集中力切れちゃうんですかね。結構スースー、大事な作品をスースー通り過ごして、見ていくっていう方もいらっしゃるので、まあ後半なんかは意外と、ストレスなく見ることができます。なので前半でこう長い列に並んで作品1個見るのに5分かかる、10分かかるっていう風にやってしまうと、正直それだけで疲れてしまうので、特に前半っていうのはいいです。先の空いてるところを先に見て、でちょっとちらっと入り口の作品見て、あ空いてるなと思ったら戻ってきて見るっていうのも全然ありだと思いますので、必ずしも順番通りに見る必要はないですよということです。はい、以上7つのですねポイントを押さえていってもらうと、展覧会っていうのはストレスなく見ることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひ、やってみていただけたらなと思います。やっぱり美術館って自分の価値観を、こう育てたり、美意識を育てたりだとか、そういったことですごくいいきっかけになる場所じゃないかなというふうに思います。なかなか美術館行ったことない人はその一歩踏み出すのにどうやって行ったらいいんだろう、チケットどうやって買ったらいいんだろうといろいろあると思いますけれども、一度行くとおそらくなんかそういった人生がですねまた一つ、ステップアップできるんじゃないかなということを思いますので、ぜひ皆さん美術館に行ってください。はい、本日は最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入ったよって思った方はぜひ、チャンネル登録とグッドボタンの方をお願いしたいと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。